小スペース、発展的な石油加工のレイアウト方法、エネルギー効率モジュールによる汚染対策、バイター対策が終わったら、電気エンジンユニットの製造に重油が必要になってきます。ここで難しいのが、発展的な石油加工のパイプの取り回し、5つの流体が混ざらないよう上手にレイアウトしなければなりません。そこで今回は発展的な石油加工のレイアウトを実演しながら解説します。ぜひ最後までご覧ください。チャプター1、原油精製所と化学プラントの仮置き。水と原油の引き込めができたら、まずは原油精製所を設置します。原油精製所は8基あれば十分です。次は化学プラントを設置します。化学プラントも8基を用意します。原油精製所8基に対して、重油を軽油に精製が2台、軽油を石油に精製を2台がベストバランス。シフトを押しながらコピーをするとレイアウトを維持したままコピーできます。化学プラントにカーソルを合わせて H キーを押すと左右の向きを変えられます。これによって化学プラントを隙間なく並べてもパイプの取り回しが簡単になります。チャプター2、化学プラントのパイプラインのレイアウト。原油精製所と化学プラントの大まかな配置ができたら、次はパイプラインのレイアウトです。パイプと地下パイプをこんな感じで組み合わせて基本の型を作ります。基本の型ができたら、あとはそれぞれの化学プラントにパイプラインを引いていきます。水、軽油、重油が混ざらないようにそれぞれ一段ずらして設置するのがポイントです。基本の型と化学プラントをパイプでつなぎます。下側もレイアウト方法は同じです。基本の型を石油と軽油が混ざらないように一段ずらしながら設置していきます。チャプター3、原油精製所のパイプラインのレイアウト。化学プラントのパイプラインが出来上がったら、次は原油精製所のパイプラインを作ります。化学プラントのパイプラインと同様に、石油、軽油、重油が混ざらないよう一段ずらしてパイプと地下パイプを接続します。基本の型ができたら、残りの原油精製所にも同様に接続していきます。化学プラントと原油精製所を小スペースで接続するため、石油のつなぎ方を少し変えています。このおかげで1タイル分スペースを節約できました。原油精製所の隙間が2タイル空いているところがあったので、間隔を詰めています。石油のパイプを接続しています。これでおよそのパイプラインが完成しました。チャプター4、パイプラインの仕上げ。原油精製所への水と原油の接続など、最後の仕上げをしていきます。あらかじめ引き込んでおいた水と原油を原油精製所に接続します。こんなレイアウトにするとすっきりして、後で電柱を立てやすくなります。上下のパイプラインをつなげていきます。まずは軽油です。原油精製所と化学プラントの間はパイプを一つ増やすだけなので簡単。次は化学プラント同士の軽油を接続します。こんな感じで鍵括弧型にするとすっきりつなげます。重油と水についても軽油と同様に鍵括弧型でどんどんつないでいきます。水のこの部分については鍵括弧型を2つ組み合わせて分岐をさせます。ずれていたので見た目と合わせて微調整をしています。軽油のパイプの長さも足りませんでした。地下パイプの間隔を詰めています。重油のパイプラインも接続。これで5つの流体全てのパイプラインの接続が完了しました。チャプター5、電柱、タンク、回路の接続。ここからは回路も使った応用編です。電柱、タンク、回路をそれぞれ設置して、石油が詰まらない原油精製工場を作ります。まずは電柱の設置です。電柱はこのように縦と横のラインを合わせて設置すると見栄えがいいです。隙間を上手に狙って配置していきましょう。電気が流れたので工場が稼働し始めました。原油精製所と化学プラントは汚染を発生させるので、エネルギー効率モジュールを挿入します。夜になると暗くて見づらくなるので、ランプを使ってかっこよく仕上げていきます。ランプのための電柱を設置しています。ランプが足りなかったので取りに行きます。ランプをゲットしました。
電柱と同様にタンクも縦と横のラインを合わせるとかっこよく仕上がります。次は回路設定に必要なタンクの設置です。今回は見栄え重視のレイアウトを考えてみました。タンクをこんな感じで横一列で等間隔に並べると整然とします。タンクの設置が終わったらいよいよ最後の仕上げ、回路設定です。まずはタンク、化学プラント、原油精製所を赤ケーブルでつなぎます。次は化学プラントの回路設定です。軽油を石油ガスに分解には軽油代なり1万と設定。これでタンクに軽油が常に1万兆となります。他の化学プラントにも設定をコピペします。重油を軽油に分解にも同様に設定します。重油代なり1万と設定。これで重油がタンクに常に1万以上ある状態となります。重油小なり1万、軽油小なり1万と間違って設定していたので直しています。最後に原油精製所に回路設定を行います。その前にパイプラインの見栄えが少し悪かったので調整をしています。原油精製所については石油小なり1万と設定します。これにより石油ガスの過剰生産によるパイプラインの詰まりを防止することができます。これで発展的な石油加工のレイアウトは完成です。今日はここまで。ブループリントは後ほどコメント欄に掲載します。ぜひご活用ください。また今回の動画でお知らせした小技集はショート動画で解説しています。この画面のリンクよりぜひご視聴ください。この動画が参考になりましたら嬉しいです。ぜひチャンネル登録をお願いします。こんなやり方があるよ、こんな解説が欲しいなど、ぜひコメント欄で教えてください。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。